はい、US レーシングの斉藤です。 IMS インディアナポリスモータースピードウェイのミュージアムでですね、紹介動画パート2ということでお送りします。はい、前回はですね、左側の入って左側のですね、リック・メアーズの、フューチャーしたコーナーをご覧いただきましたが、今回は常設されている、インディーカーのですね、歴史のような展示がこうされている右側のですね、セクションをちょっとご紹介したいと思います。その前にですね、入って正面はこんな感じでフラッグが垂れ下がっていて、で歴代のウィーナーが上にずっと11年、12年、13年、14年というふうに革写真が貼っています。で近代では2011年ダン・ウェルドン、12年ドリュー・フランキーティということでずっとこう続いてますね。はい、100周年の時のウィーナーが、ウェルドンで、そしてそうそこから上に行って、101年目、102年目、103年目、104年目ってことで続くんですね。はい、で100回のウィーナーがロッシュで、あ、ここですね。ここから100回、101回、タクマ選手101回、ウィルパワー102回、103回、104回ということは、あそこにもう1枚タクマ選手の写真があります。はい、ちょっとこんがらかっちゃいました、すいません。100回と100周年とまたこれ違うんですね。じゃあ早速見てみましょう。はい、多分、あ、まずはこれですね。第1回の車、マーモン・ワスプですね。カーナンバー32で、こちらからご覧いただきたいなというふうに思います。100周年の時、100回の時も走ったかな。はい、これ走ってましたね。はい、それでその左側にあるのが、これが100周年の時のダン・ウェルドンが買った時の車になります。はい、カーナンバー98なんですね。はい、でエンジンがですね、この NA のホンダインディ V8、 これがですね、当時使われていました。はい、で、そのマーモン・ワスプのですね、隣に、右隣にあるのがですね、これまた98番なんですよ。はい、これは第100回ですね。はい、こっちが100周年、こっちが第100回ということで、なんかこうやって撮りながら喋ってると結構あれですね。はい、ということでこちらもですね、ホンダエンジンですね。はい、 V6 ターボになってからということで、こうやって歴史を物語る、展示がしてあるわけなんですけれども、すごいですね。はい、まあ、両脇にあるのがホンダエンジンというのがまたいいなと思います。はい、さあ、そしてこの辺りはですね、いや、非常にこう懐かしい、僕なんか全然生まれる前なんですけどね、1932年のインディ500ウィナーになります。はい、すごいですね。はい、でこっちはですね、1941年のですね、ウィナーですね。かっこいいですね。はい、でこちらが1950年ですね。なんかこうデザインが可愛いですよね、本当に素晴らしいです。さあ、そして
こちらは1960年ということで、いいですね。サイドから出たエキゾーストも何とも言えないですね。はい、でこちらは1957年と58年って書いてあるかな、のウイニングカーのようです。はい、でこれはうわこれもなんかすごいエキゾーストですね。これねマフラーがついてます。これもウィナーなのかな。1946年のウィーニングカードウィナーということで、すごいスクリーン立ってますね。おということで次はピンクの方行ってみましょう。はい、こちらはですね、1955年ですね。1955年のウィナーになります。でこっちはカーナンバー14、1953年と54年のウィナーで、こっちがですね1952年のウィナーということですね。はい、でまだあっち見てなかったですね。まあ、なんか AJ ホワイトが乗っていた時代の車のような気がしますね。うわアメリカンって感じ。これデザイン、ああこれやっぱ1962年ですねのウィナーです。はい、で、フロントエンジンのですねもう最後の頃になるんですけども、これが、63年ですね、63年のインディー500のウィナーということになります。かっこいい。はい、でこちらが1961年のウィナーですね。いや確かこれがエージェホイトですよね。あ出てますね、エージェホイト、なんて買ったんですよ。すごいですね。すごい時代です、本当に。はい、でちょっとなんか効率が悪いんですけどぐるっと回ってですね、こちらがリアエンジンのですねウィナーということになりますね。はい、1967年ということで、いやこの運動スクリーン独特ですね。はい、 AJ ホイットコヨーテ出てますね。はい、フロントエンジンでもリアエンジンでも勝ったのはあの AJ ホイットだけだと思います。はい、でこちらがですね1971年のウィナーということになるんですけども、もうあれですね、あのこの頃になると結構ご存知の方も多いんではないでしょうか。このミラーがなんだか個人的にかっこいいなっていうふうに思ってます。はい、なんかいい時代ですよね。ね、本当にね、いやいいですね。で向こうが、これ60年代ですね、マーク・ダナヒュー、これペンスキーですね。はい、ですね。はい、でこちらがですね、確か AJ ホイットの4勝目じゃなかったかな、1977年のウィナーということで、そうですね、はい、はい、カーナンバー14、ギルモアレーシングチームということでした。でバックにはですねこういう風な感じでずっと写真が
並べられて、その年のドライバーのですね顔写真がまた飾られているということですね。でこっちの奥に行くとですね、あのメモラビリアショーでも見ましたけれども、ね、昔の写真とかペナントとかそういうものがあります。はい。でポスターとか模型とかあとブリックですね、こんなブリックが使われてました。これ結構重いんですよ。はい、こんな感じですね。いつか買って帰りたいななんて思うんですけどね、なかなか実現しないです。あ、こっち側にプログラムがありますね。はい、こういう貴重なものがあのメンバラビリアショーでは手に入るんですが、すごいですね。うーん、IRL メディアガイド、これ持ってますよ、どっかにあるだろうな、まだ。はい、あとヘルメットの歴史、すごいですね。一番端なんか布ですよね、布。すごいな、このヘルメットの変貌も。はい、さあ、ということで、ぐっと近代の方へ近づいてまいりました。あ、そっか、まだこっちにもヘルメットがあるんですね。はい、あ、ちなみにあの真ん中の方はですね、スピードウェイを創設した方だったと思いますね。カール・フィッシャーさんですね。1904年に確か、プランして、作り始めたのが1909年だったっけかな。それで11年からレースをやっているということですね。あとウィリー・ティ・リブスってあの黒人のドライバーなんですけども、彼が出てきて30周年ということになりましたね。こういう展示だったと、おなじみのイエローサブマリン、はい、1980年のウィナーです。かっこいいっすね、これも実写で見ても本当かっこいいですね。あ、でこっちはですね、83年のウィナーですね。はい、ダダダッと紹介してきました。でこっち側が、あ、なるほど、ハルマン家の展示が真ん中 でロジャー・ペンスキーになって、あ、それでこっちがハルマン家の前ですね。はい、はい、この辺りもですね、歴史に詳しい方なら、なるほどという感じではないでしょうか。でこれがあの、マーモン・ワスプってあっちに黄色い車ありましたけど、その翌年に勝った1912年の、ウィナーですね。こちらが14年で、1922年がこのウィナーということになります。でまだ紹介してない、あ、そうかそうか、こっちがありましたね。向こう側が IRL が始まった最初の年の96年のウィナーですね。はい、でこれ でこっちがですね、その前の年のですね、ホンダがあのペースカーをグッドイヤーが追い越してしまってですね、幻の勝利ということで、でこの時にですね、ビルノーブがですね、ペナルティで2周多く走ってるんですよ。なんで、はい、202周で勝ったという、すごくそういう意味でも話題になった年でしたね。はい、ということで右側をサクッと紹介してきましたが、まあ、個人的に一番なんかいいなと思うのはこの3台の展示ですね。まあ、ホンダエンジンもあって、はい、最初のレースとそして100周年とで向こう側の100回目ということで
はい、この展示がなんか一番いいなっていうふうに今回思いました。はい、ということで、IMS ミュージアムのですね、入って右側のセクションをですねご覧いただきました。はい、ミュージアムの紹介ビデオ今年はですねこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。